かもちさん。いきます。二日目。お腹空いた。こんにちは。明けましておめでとうございます。何曜日？曜日感覚がなくなっていて、1日は主人の実家で、お正月をして、2日は私の実家に移動して、お正月用の華やかなご飯は食べて、もう満足したので、冷蔵庫にスーパーの買い物を足してなくって、今コンビニでパンを買ってきました。もう普通に土平日な我が家になります。ご飯食べよう。パンだよ今日。いい？パン嫌い？なんだって？よいしょ。ちょっともう本当にもうささっとお昼ご飯食べようよ。やることいっぱいあるねん。ごめんやけど。何飲む？お茶でいい？はい、ママもお茶にしようかな。ねえ、何のパン買ってきたの？コンビニやわ、今日。昨日、おとといと落差あるな。私これ、お正月って1年でいっちゃうぞ、しない？で、買ってきました。ぐるぐる回る回転寿司。で、逃がしなさい。いただきます。これ、二日酔い。いけるか、むくんでも 1.5 倍になってんねん。いや、すげえ。目の方がさ、上がれてる。それ関係ないやん。わかった、首がちょっと広くなってる。生えてきたの？ここに、おばあさんみたいな、おじいさんみたいな、シワができてる。確かに。確かに。ほうれい線やん、それ。あ、わかった。この歯が、じゃない。ごろかせやな。ママなんか大事に自然をなんかママちょっとうるさいしだってそんなうるさい？ママさ長くないけどさパパはさ長いめっちゃ長い。そっか、うん、なるほどね。広すぎる。書き初めアートを食べた後にしようと思います。ほら毎年絵描くでしょ、うん、あれ今年もやらなきゃ。着替えてね。だから食べ終わったらね。ね、かけ染めやつかこれに着替えて。ペンキ塗った時のもう汚れていい服。せっかくママに作ってもらったのに。これペンキ塗る時にさ着てさもうペンキ取れないのよ。だからこれ汚れていい服だから着替えて。はい。おるんじゃない？大丈夫だよ。これ着替えてきて。これ着替えてきて。はい。引っ張って。これ。こっちで塗る。え、待って待って。大きくなってるから。あ、ギリやけるギリ。いってらっしゃい。このキャンパスでやりたいと思います。4枚失敗したら買わない。100均の絵の具と使っていきます。かわいい。何色使うか決めとき。今のうちにこれ見て。お、かわいいやん。錦田明みたい。青。青？ OK。 はい。だからシュッてできへん。いやこれ切れへんねん。 やってんねんけど無理やん。丸何センチにする？これぐらい。痛っ。あ、ごめん。絶対使うよ。ほら4000は上司。次これも14にした方がなんか収まりいいよね、うん、なんで標準語で喋ったの？26。うるさいな。もうヒゲ生えてきてんだよ。だから直径14。直径じゃねえ、直径やで。うるさいな。これうち。そう、うち。うわ、充電がもうない。 23% や。急いでパパ。充電の関係上 B ダッシュで。ここに一番時間をかけたいのに俺。こんなところに時間かけてもしゃあないで。いや一番こういう下準備が大切なんだって、まあ、それも大切やと思うねんけど失敗した。あ、22% になったよ。うるさいで。何が頑張れ。応援してんねん。よく言うやん。14時間マラソン走ってる人は沿道の声で走れましたって。いやそれは応援。あなたのはガヤ。分かった。じゃあもう一切しゃべらん。いやそれはそれでちょっと外れてる。これパパも丸にしようかな。あ、じゃあ丸いっぱいする。違くないそれ。気持ち悪い。違った。何ですか。あ、分かった分かった。こう、その感じするわ。うん、
あ、ええやんええやん。面白いよね、毎年。これでもう4年連続よ。クイズ、1年目はどんなのにしたでしょう。ちょっと待ってな。俺今作業してんねんか、考えると手止まっちゃうから、そっとしといてくれる。集中しないとできないの。集中集中。いや、だからなあ、ルーキーズの兄やん。ルーキーズ面白かったよ。いや、だから桐谷健太、あれで好きになった。あー、桐谷健太のお兄ちゃんってバー人なんでんの知ってるか。そんなローカル情報は言いますね。いや、行って行った、マジで。俺それ聞いたことない。ほんま？あ、おトイレにな、桐谷健太のサインがある、うん、へー。俺、加藤先生が一番好きだった。佐藤龍太めっちゃいい人。ご飯屋さんで昔一回会ったことあんの俺。え、佐藤龍太？うん。なんでそんなこと言わなかった今も。言ったやん、言ったやん。当時タバコ吸ってて、もう10年以上前やで、喫煙室で一緒になった。え、喋った？うん。めっちゃくちゃ、これマジめっちゃいい人やって。え、なんで喋ったの？本人さんですよねみたいなこと言ったら、あ、どうもとか。名前言わへんかった？言って言って言った。ほんなら、あ、そうですみたいな、どうもみたいな感じでめっちゃいい人やって。まあまあまあ、あいつ渋いだっていうだけ。めっちゃいいやん。私、リンカに会ったことある。なあなあなあ。しはしごそ。え？まあ、ごめん、マウント。作業させて充電ないんやろ。あ、残念なお知らせ、残り 13% です。ほら、あと瀬戸朝香ちゃんもたことあんで、ママ足首こんなん。うっそ、マジで。ほんまに足首マジでこんなんです。え、マジカボシカめっちゃ綺麗かった。大沢美希はもあったことあるし。めっちゃ合ってるやん。あ、でも安室ちゃんが一番顔ちっちゃくてビビった。新大阪の駅で見かけた。え、マジで、すごいやん。エレベーターから出てきて、うん、ほんまにオーラちゃうねん。あ、そうなんや。オーラ放ってた。へ、え、聞いてる。え、聞いてる。できた。中華中華。はい、ありがとう。はい、どうぞ。マイロン、もしさ、手がつぶつぶってぐちゃってなって失敗じゃないから、それも作品になるから大丈夫。あ、パパ残念。え、嘘。ほんま、充電ピッポピッポしてる。マジ。うん、あかんわ。切るよ、一回。うん、絵の具はダイソー。これどうぞ。何選んだ。こんな出しちゃった。え、こんな出しちゃった。これいい色選んだじゃん。お、めちゃくちゃ選んでる。可愛い色だね。はい、これが長女。いいやいいや。ねえ、もうしたい。いいよ。どうぞ。え、パパかな。わかった、行きますよ、じゃあ。よし、行くよ。頑張れ、頑張れ。あ、結構出るね、これ。出るよ。あ、なくなった。ドキドキします。頑張れ。ロチ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 。合わせ鏡みたいにして終わり。いきますよ。うん、頑張れ。いった。いや、怖っ。あんこみたいな感じ、はい。取れる。うわっ、見た。取った取った取った。見た見た。え、え、すごい。ミニッと出た。いいのいいの、それでいいのよ。いいよ。もっともっと大胆に出して。頑張れ。ママは販売です。はい、ママ販売します。え、マジもう行くの。はい、迷っててもしゃあない。ちょっと待って、一応ガイド作るわ。ガイド作り始めて。行きます。できました。いやシャツ、シャツいた。大丈夫、アラサ取れるか。いい感じよ。行きますよ。の、まだ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 、待ってね待ってね、矢印回すからね、せっかく矢印。オッケー、行って行って行って。ギュー、いや、取ってみ。あ、取れた取れた。あ、すごい。せーの。かわいいよ。いいやいいや、いい色。行くよ。よし、行け。長女、これが次女、これがパパ。縦の方が俺好きやけどね。個性出てる。もうこれだって絶対誰が作ったかすぐ分かるんだね、この色味。手見して。あー、うわー。ハンドクリームじゃないんだよ、それね。ハンドソープでもないよ。ちょ、パーにして、パーにして。うわー、うわー、えぐいんだけど。やばいやばいやばい。ちょっと待って、えぐいえぐい。はい、ピンクの掃除決定です。ピンクから。はい、おいしい。こん
晩は寒、子供たちが寝まして気づいたらこんな声になってました。え、なあなあマスキングテープ外さへん？あ、乾いてる。うん、お昼間にした掛け染めアートのマスキングを乾いたので外していこうと思います。寒、正月から風邪ひきたくないんだけど、こんな寒いもん1月って寒いな。寒い。わ、なんでそんな先焼きしてる声みたいになってる。これ濡れるの。いや、これ寒いとすぐポロポロいくから。ポロリそう、ポロリやな。昔そういえばアイドル水泳大会でなかった？あったよ。ポロリしてたよ。ポロリしてたよ。そうやな、うん、え、あれ民放でやってたよな。やってたよ。バカ殿様とかでもさ、露天風呂のシーンでバスクリーンのお湯にさ、ここにタオル巻いた人、そうだね、女の子が巻いた。あ、時代じゃない。あとさ、なんかあの火曜サスペンスか目標なんちゃらで、必ずあの温泉のシーンがあって。見とんな。いやいや、ちょっと忘れ。お酒飲むの？もうできないでしょ。いや、二日酔い治った。飲みまくってない？去年の30ぐらいから忘年会で飲みまくってるやん。お腹見してみんや。寒い。ちょっとこれ捨ててこよ。え、どんどん剥がしていい？爪さ、チップつけてさ、暇やったからさっき。そしたら剥がれにくいんだけど、これバリ頑丈にしたな。うん、これ。あ、これあのコメントで教えてもらって。うん。じゃーん。あの、私ミチョ好きなんですけど、ミチョのチューハイ、ミチョチューハイが出て見つけたので、近所のスーパーに置いてなかったよ。酒屋さんで買ってきました。マスキングが緻密に貼られてるからさ、うっさいな。おお、あ、ほんまにみちょ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 めっちゃいいよ。飲む飲む飲む。よいしょ。ありがとう。なんてやつ、氷入ってるやん。あ、美味しい。これ視聴者さんにあのおすすめしていただいて買ってきたんですけど、美味しいです。じゃあ昔は俺のコップで飲んでくれてたやん。や、唇赤いです。唇な、痛んこれ。ちゃうね、なんか痛い、バッと切れてん縦に。あ、そう俺やん。美味しいの？うん、めっちゃ美味しい。これちょっと現実を、水性絵の具でやったんですけど、こんだけ剥がれました。残像っていうの、なんていうの、こういうの、カス。もうさ、表現の語彙力がない。これいいわ。はい、これが長女の作品です。地球っぽいよ。アースやろ。これが辞書、うん、これパパのやつ。ポップ、ポップ、なんていうのやろ。これは紅葉。あーってならない。重ねてあかんねん。でも重ねて変なやろ。重ねてあかん。重ねてないのに注意される。どう思う？これこうの方がいいんかな。それ俺は縦の方が好きやな。縦、どれをリビングに飾るかやな。いや、それはもういいよいいよ、俺トイレでいいよ。これで飾ったらいいやん。ほな、そうするわ。この3枚。いや、俺のは。え、トイレやろ。トイレ。俺気に入った。うん、簡単やし、これ。ほんで簡単。ニューってやって、ギュッてやるだけやん。そう、これでも。あ、いいな、めっちゃ。お、可愛いな、パッケージも。なんか女性に好まれそう。うまい。ほな、ポテトチップスやったらサワークリームオリオンの味、蒸し味で、ラーメンやったら魚介系、醤油とんかつ、パスタやったらトマト系、ボロネーゼ。あんまチャーシュー好きじゃないの。嫌いじゃないけど、メンマのが好き。俺チャーシュー。餃子とシューマイとどっち派？餃子。リンゴとなしは？なし。マンゴーと桃。桃。これフルーツで一番好きな桃。メロン。焼き鳥はタレ箸派？タレ。タレやんな。はい。天ぷらは何で食べる？ウスターソース。抹茶汁。天ぷらは絶対ウスターソースやで。じゃあ抹茶汁はやつ。違う。一回もしくは天ぷらとか。天つゆはないわ俺。うどんとそばどっちが？そば。あ、そば。俺あの立ち食いうどんとかあるやんか。じゃあそばとそうめん。そうめん。何？話長なるかなって。うるさいな。目玉焼きは何て食べる？ウスターソース。塩か醤油やろ。いや醤油か。君のところ食べてみて。いい塩梅やな。いや、まあ、じゃあシチューはクリーム派か。ビールでしょ。ホテルのカレーってささらっとしてるやん。わかるわかる。でもさ、家でするやつって野菜ごろやん。あ、俺皿。あ、じゃあクリスマスといえば山下達郎、それともマライアキャリー。山下達郎。え、けど意外に嫌な地道。クリキャロ。クリキャロ。お正月といえばお雑煮。え、まさかね、隠し芸大会。あの町秋の鹿のやつでさ、あれ楽しみで見てたのになくなったよな。牛肉か豚肉か。
いや牛肉。あ、私も今日ね、なんでこんな聞くかっつったら、インスタで見てん、究極の選択みたいな。お風呂のゴシゴシタオル私も使える。使える。え、使える。使えちゃ使えるけど、好んでは使えなくてちょっとごめんやけどなんかちょっと嫌やん正直なこと言う。トリートメント使ってる？使ってない。やっぱり子供と一緒にお風呂入るとき、子供にシャンプーとかトリートメント使ってあげてる？うん、使ってるよ。いつもパパと入った後の子供のな、髪の毛ないつもよりきしってんねん。だからコンディショナー使ってんかなってちょっと不安やって。使ってる。もしかしたら俺コンディショナーあんまり使わへんから量分かってないわ。どんだけ使うの？待って、どれぐらい使ってるの？んちょん。ねえ、ちょっとパパ見て、これ角度おかしない？え、まっすぐ腫れてる。え、これまっすぐよ。まっすぐいける？うん、8センチいけるわ。お、いいやん。なんか気づか？化粧した。あ、そうじゃない。あ、ちょっと太った。やっぱりちょっと丸くなったかも。そう、わかんない、食べ過ぎやな。サウナ行こう。あ、めっちゃいいやん。3枚飾るとなんか、うん、迫力があるっていう。そうやろ、4枚飾ろうと思ってみてんけど、4枚飾ったらおかしかったから1枚省かしてもらったわ。え、俺のやん棚の上に飾ってる。ちょっと待って、ここに飾りました。あ、そう、ほんで年末にね、あのご質問いただいたやつが1点あってな。え、あ、パパに。あ、俺。うん、うん、あの多分娘さんがいはって、お婿さんとの接し方がわからないみたいな、パパに質問していただいてんねん。どう、ちょっと待って、私説明がものすごい下手くそやんな。その方からしたら義理の息子やんか。その方とのこの接し方、接し方、接し方がちょっと難しくて、義母にはどうしててほしいですかっていうご質問いただいてんねん。パパからしたら、うちのお母さんにはどうしててほしいかっていうか、どういう関係でいたらいいかなんて、ちょっとそういう感じのご質問いただいて、ちょっと遅くなってしまって、もしかしたら正月までに欲しかったかもしらん、分からへんけど。あ、ちょっと遅くなってすみません。考えたことない。どうしててほしい。俺はお婿さんの胃袋を掴んだらいいと思う。なんでそれは。俺お酒飲むやんか、うん、実家行かせてもらった時には必ずビール飲むとか、うん、お酒飲むって勧めてくれんね、うん、それがめちゃくちゃありがとうございますってなんだよヘッドホンしてます。俺の大好きなご飯とかも毎回行ったら作ってくれはるから、行ったらあのご飯が食べれると思うね。だから まず胃袋を掴まれるのはめちゃくちゃ大事だと思う。だって行くのがちょっと楽しくなるから。あの、なるほどね。私も参考になったわ。将来ちょっとそこじゃないねんっていうことがあったら、またあのコメントくださいありがとう。フィギュア取ってきてそんな感じで、あの本年度も本当にあの1年が明けましたけれども、どうぞよろしくお願いします。来週は買い物をしてきたものがあるので、それの購入品紹介とかいろいろ着回しとかできたらいいなっていうふうに思っていますんで、また遊びに来ていただいたらもう幸いです。すごい毛玉、ちょっと遠くに行きます。あの最後まで見てくださって、あのありがとうございます。ではまた、ありがとうございました。